します。最後にですね、俺たちがいたあの夏ってもう一回歌いたいんですけど、いいですかね。ですか。それで、実はあの歌、俺たちがいたあの夏っていうのは、レコーディングでですね、ある特別なギターが使われてる、できなかった、結局やったんですけどね、ギブスを外しながら、この2本だけで弾いたりとかして練習して結局やったんですけども、その時のギターをそのあの夏のあのギターを持ってこいって、東京に持ってこいって言って、彼に言って、東京に持ってこらしてレコーディングしたそのギターの音での音なんですね。というわけでそいつと今日は一緒にやってみようかなと思います。紹介したいと思います。はい、どうぞ。はい、紹介します。 J45 です。あ、違う、あ、ごめん、屋敷浩一です。屋敷がですね、もう今回のこれも去年もずっと仕切ってもらってね、ギターも持ってきて、東京まで持ってきてきて、これが拓郎さんが大好きで、も拓郎モデルっていうね、実はその高校の時買ってたモデルっていうのはまた違うやつで、これがもう一番近いやつって、もうとても悔しいですけどね。そういう、まあ、社長ですから奥さんもね、もう目をつむってるっていうね。もうで俺も買ったんですよ、これはヤフーオークションでしょ。今日は屋敷も指が、お、何その構えは。皆さんようこそ。ちょっと前座が長かったんですが、私のコンサートに来ていただいてありがとうございます。ね、日浦がね、呉駅前の、バス停でね、うずくまってるんですよ。こう手を隠して、あの光景っていうのは未だに忘れられないね。本当にそうですか。そうです、35年前の呉駅前で。そうですよ、リアルでしょ。それでね、どうしたみたいなね、本当に優しいね、買ったんですけどね、買ったじゃない、優しいんですけど、ね、ん、大丈夫でしょう、ね、忘れてない。それでまたそうだよね、心配かけて、そういうやってて、で あの夏に一緒にフォークソングクラブだったんですけど、実は僕はサイドギターで、コーラスやってたって、でそのデュエットやってたんですけど、もう一人リードギター弾きながら歌う、メインボーカル歌うってやつが いたんですね。それが実はこの間の広島でっかいイベントありますね、セットストックってらしいんですけど、あとは高瀬さんだとかね、とかね、いろいろと、もうすごいオペレーター、PA 音響をやる、セットストックもチーフ音響のチーフ、音響のチーフだったっていうね、広大に行ってたのに。なのでもう俺のせいじゃないですけどね、音響をやるっていうことで、今日はね、そいつも一緒に。彼女を追いかけて広島行った、広島大学行ったんでね。あ、そうなの。そういう痛いとこつくなよお前。本人はちょっと痛いかもしれない。俺も知ってたけどって。というわけで紹介しましょう。今日の音響です、村上正夫で、今からアーティストに変身します。はい、今日歌います。この2人が実を言うとアコースティック2本でバンドやってたんでね、フラワーっていう。そうそうそう、この村上が歌うとね、女の子が泣くんですよ。本当に。でそれで僕は歌手を諦めたんです。そうなの。あ、今日はようこそ、どうも、僕のために。こいつらなんじゃこれ。いやいや、そういう仲間がね、いてこの歌できたんです。今日はこれでみんなで歌えるし、嬉しいね。でじゃあももちゃんも入ってください。まあ皆さんもあると思うんですよ、そういう夏っていうか、高校の夏ちょっと思い出してみてくださいよ。夏ほら、好きだったあいつにね、告白できなかったわみたいな、あるでしょ。あれ、何フフフとか。ないの。ない、あるでしょ、思い出してください、そういう夏ね。で今日はさらに
この8月13日のラクザのここをみんな忘れないように熱い一瞬にして、もしまたね辛いことあるから、そういう時にはこんな仲間がいるんだっていうことを忘れずに頑張っていってほしいなと思いますんで、盛り上がるぞ。え、いいか、いくよ、え、いいか、いくぞ。よし、じゃあ今日はレコードに入ってるギターとそれからカウントも再現できるからね。いきますよ、忘れない夏に、いくよ。なんか弱いな、いくよ。よし、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー。その夏の初めに俺はやつのバイクを無理やり借りて、調子こいてぶっ転んで指を折ってしまった。病院へ向かう車の中で、あいつはとても悲しそうに、悪いのは俺なのにごめんなって言った。若くてバカでやんちゃなあの頃の俺には自分のことしか考えられなかったのだろう。今では他のことは思い出せないけど、あいつの言葉は忘れない。俺たちがいたあの夏、俺たちがいたあの夏。あの夏の計画の一つ、バンドでエレキを弾くこと、白い包帯折れたのは指の骨だけじゃなかった。悔しいはずさ、屋敷だってめちゃくちゃ楽しみにしてたのに、そんなこと一つも言わず俺を心配してた。一言バカ野郎って言われてもよかったのに、そんな自分勝手なあの頃の俺のことを、今では軽い痛みと共に思い出す。あいつはどうして優しかった。俺たちがいたあの夏、俺たちがいたあの夏。あの夏の出来事がもしもなかったなら、俺はこんな風に歌えているだろうか。今ではあの頃より人の気持ちが少しはわかるようになれた。いくよ。俺たちがいたあの夏、俺たちがいたあの夏、俺たちがいたあの夏、俺たちがいたあの夏。
みんな横になって手をつないで、はい、天井に日浦に従って、はいはいはい、はい、マサ、マサ来いよ。お前何勝手なことやってんだよ、ほら。ま、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 なんか気持ち悪いもんかな、これ。まあいや、どうもありがとうございました。ありがとうございました。その夏の初めに俺はやつのバイクを無理やり借りて調子こいてぶっ転んで指を折ってしまった。病院へ向かう車の中であいつはとても悲しそうに、悪いのは俺なのにごめんなって言った。若くてバカでやんちゃなあの頃の俺には自分のことしか考えられなかったのだろう。今では他のことは思い出せないけど、あいつの言葉違いた。あの夏俺たちがいた。あの夏、あの夏の計画の一つ、バンドでエレキを弾く、白い包帯折れたのは指の骨だけじゃなかった。悔しいはずさあいつだってめちゃくちゃ楽しみにしてたのに、そんなこと一つも言わず俺を心配してた。一言バカ野郎と言われてよかったのに、そんな自分勝手なあの頃の俺のことを今では軽い痛みと共に思い出す。あいつはどうして優しかった。俺たちがいたあの夏、俺たちがいたあの夏。しもなかったなら俺はこんな風に歌えているだろうか。今ではあの頃より人の気持ちが少しはわかるようになれた。俺たちがいたあの